WHO ・世界保健機関は新型コロナウイルスの起源を調べるため中国に派遣予定だった調査団について中国側の許可が得られず入国できなかったと明らかにしました WHO のテドロス事務局長は5日 新型コロナウイルスの起源を調べる調査団に、中国が入国の許可を出していないことに強い意気りを示しました。各国の専門家による調査団には日本人も含まれていて、現地入りに向けて準備を進めていたものの足止め状態になっているということです。テドロス事務局長は、この調査は緊急度の高い優先事項だと述べ、中国に手続きを迅速に進めるよう求めました。